neighbors in the solar system イキギ the Martians from Mars 火星からやってきた火星人イキギの話です ET たちは太陽系の惑星を外側から数えていました冥王星です そして海王星です。天王星ですね。そして土星と続きます。その内側にあるのが木星。そして6番目の惑星が火星。7番目の惑星が地球。8番目の惑星が金星。そして9番目が水星となります。 ここで注意したいことは火星が6番目の惑星であるということですこの順序に従ってそれぞれの惑星のシンボルマークが決まったと私林宏は考えています木星です五房星ということになります5番目の星五房星ですそして6番目 六方星とということになりますつまり六房星は火星のシンボルそして7番目地球のシンボルそして8番目金星のシンボルということになります地球は7番目の惑星ということになりますここから地球イコール7という概念が生まれました延期その延期から正当に 王位を譲り受けたのがマルドックですそれに対してイシュターならちイシュタール・イナンナは金星をシンボルマークにしています8方向に伸びる金星のマークですそしてマルドゥクとイナンナ・イシュタールとの対立構造はこうして生まれました木星は五房星そして火星は六房星ということになりますつまり 六方星は火星を意味するシンボリックなマークということになります。イギギはその火星からやってきました。縦長超等人間ということになります。その火星を意味するシンボリックな六芒星が今は Star of David ダビテの星と別名呼ばれています。イスラエルの 国旗の中にもそれが描かれていますこの六芒星は正三角形と逆三角形二つの三角形の組み合わせで表現されていますもちろんその中心にあるのは太陽ということになります igigi was a term used to refer to the gods of heaven in sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term anunnaki. in one myth, the igigi were the younger gods who were servants of anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. who were they? where were they from? Igigi wa, shinwa no naka dewa, toki ni, アヌンナキと同意語で使われているが、イギキというのは反乱を起こし人間が創造されるまで、アヌンナキの定位の神であった。イギキというのは誰なのか、どこから来たのか。広林ハママセリージャパン。ゼカリアシッチンはですね、イギキは火星から来た人たちであったというふうに、まあ、半ば常識的に 考えていたようです。で、彼が書いた本の1ページにですね、こんな挿絵が載っていました。で、こ,まあ、この中央に、やや右寄りにいる人に注意していただきたいんですけども、火星を6番目の惑星として考えていた。ということで、まあ、シチンはあの惑星の順番を捉えていたわけですけどもね、まああの、外側から数えますと、火星は6番目、地球は7番目、金星は8番目となります。 で、ま、その説明する挿絵の中に大変気になる、まあ、絵がありましたので、まあ、皆さんに見ていただきますけれども、この絵の中で、まあ、いわゆる星の、まあ、王座に座っている人がいると、それでプラス十字が描かれているということなんですね。まあ、これをどう解釈するかですも、けども、まあ、それを順に今日は考えてみたいと思います。で、これがその挿絵なんですね。で、真ん中に、 頭の長い人がいて、両側に人が2人立ってますよね。そして手をかざしています。で、まあ、右から月、太陽、まあ、火星となるわけですね。6本の光線が出ています。6番目の星、すなわち惑星、すなわち火星ということになります。で、まずこの手の解釈からいきますけど、一番右にいるのはこれ人間ですね。 で、左にいる人も、なんとなく頭が長い感じがします。まあ、ともかく一番右にいるのは人間だということになります。で、エジプトの壁画ですね、壁画にですね、同じようなものが残っているんですね。まあ、手を見ていただきたいんですけども、これがですね、古代、まあ、エジプトの挨拶なのか、あるいは、まあ、あの、挨拶ですよね。まあ、あの、こういう形で挨拶をしていたということになるわけです。で、この下の絵は大変興味深いんですけども、中央にいるのが、まあ、エイリアンと思われる、思われて、んまあ、見ていいわけですね。 で、もう一つ、その、先ほどの写真に戻りますけども、まあ、両側、一番右にいる人間がいて、ね、特に人間がですね、両手を差し出して挨拶をしていると、まあ、そういうふうに理解するわけですね。それで、月であり、太陽であり、火星であると。まあ、このように、まあ、シチンは、あの、解釈しているわけですけども、この中央の人は誰かということになるわけです。で、もう一度、まあ、繰り返しますと、ここが重要なんですね。なぜ、ここでですね、 あの、人間がこの中央にいる人に挨拶をしているかといえば、まあ中央にいる人の方が上位だったということを示すわけです。で、まあこういう形で人間がですね、まああのエジプトの壁画では、あの、まあ上位にいると思われる人にこのような形で挨拶をしている。まああの上位の人もね、同じように挨拶している壁画もありますけども、まあそういうことなんですね。まあ下の人が上の人に挨拶をするということです。で、 この人について調べていますけども、頭が長いということでですね、少し前この動画を作って、これはコーンヘッドであるという結論を出したんですけども、一つ言い忘れましたので、えー、ここで補足しておきたいなと思うのはですね、あのー、まあ、いわゆる顎に当たる部分がですね、頬骨ですかね、それが両側に突出しているということですね。で、これはあのー、いわゆるまあパラカスを中心として、世界中で見つかっているコーンヘッドの頭蓋骨の特徴と一致しているわけです。 もう一度皆さん、てあまあ、今日はですね、まあ、火星人についての、我々もっと言いますと、高ンヘッドについての結論を出しておきたいというふうに、今日は考えましたので、この動画をもう一回製品編集し直してみました。で、この鳳凰音っと言いますかね、これは、まあ人間も出てますけどもね、まあ人間よりも高く出ていて、それ眼光がですね、目の穴がですね、大きいですね。 あのそしてその目の穴がですね、まあ、ほ,ほとんど側面部まで届いているということです。人間はそのそこ,ここまで眼光大きくないですね。右の、これが右がこれ人間ですけども、比べてみてください。まあ、目が大きいって言いますか、眼光が大きいってことですね。そして頭は長、ね、頭である。まあ人まあ、知的生物のあるまあ進化系ということになるわけです。ということで、まあ、この、なて言いますか、生き生きというのは、 火星から人来た人,人イコールコフヒットであったということになりますこれがですね、えー、今日の結論ということになりますどうか続くビデオ、モイトウガランクダサイ。バイフォーナウ。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a man from Mars.It's proof and evidence. 超党人間。彼らは火星から来ていた。その証拠と証明。超党人間。別名コンヘッド、あるいはエロンゲイテスカルとも言われています。まず皆さんに知っておいていただきたいことは、火星というのは 第6番目の惑星だとということですエイリアンたちは地球の惑星を外側から数えていました。一番外側が冥王星ですね。そして続いて海王星、天王星、土星、木星と続いて6番目に火星がやってきます。ですから第6番目の惑星というのは火星ということになります。ついでながら金星は第8番目の 惑星ということになりますでは超頭人間の話に戻ります全世界でこうした超等頭頭蓋骨が数百個以上見つかっています頭を縛ってこのようになったという説はもう通用しませんねで、これら長頭人間はどこから来たか私は 数々の状況証拠を重ね、火星から来たという風うに結論付けていました。があくまでも状況証拠です。が今日、物的証拠が出ましたので、皆さんに報告します。ゼカリア・シッチンの書いた本の中にその図がありました。おそらくゼカリア・シッチンも気がついていなかったものと思われます。これらの本は、友人から送っていただいたす。 ものですその中の一冊にその絵がありました。これがその本です。人類を創生した宇宙人。このページにその絵がありました。この赤いところに注意してください。この絵は何かと言いますと、第6番目の惑星。 そして、火左がそうですね。いわゆる6方向の光線の描いた星が描いてあります。それについて、ゼカレ・シッチンは次のように説明しています。6番目の惑星として、火星を描写している。ここが重要なんですね。そのシンボル、いわゆる火星のシンボルとして、6、まあ、つの星の下の王座に座っている絵が描かれていると。そしてここに、 太陽月、そして欲それをこぎる惑星などが描かれていると。で、プラスというのは十字形は、いわゆる第十二惑星のシンボルだというのです。まあ、それについてはちょっと考えておきますけども、太陽、そして右に月、そして左に火星が描かれています。左の星が火星というわけです。そして、この両側に人が立っていますね。何をしているのでしょうかそれは最後に皆さんに話します。 ともかくもこの人の頭を見てください。異様に頭がない長いですね。そして、ここにいる人は第、第、まあ、6番目の惑星から来たということになります。つまり、火星ということになります。で、右の方に世界で見つかっている、いわゆるまあ超等人間の頭蓋骨を皆さんに見ていただいています。この頭と比べてみてください。これでビンゴですね。そして、 この超等人間は火星から来ているというふうに示しているわけです。じゃあ両側の人は何かということになりますよね。両側の人は何をしていると思いますか、まあ、こうした調査ではですね、一見無駄な調査でも後々役に立つものです。以前、エイリアンの手話について調べました。そこで私はこの 手話に見覚えがありましたそうななんんでですすエジプトの壁画なんです手を見てください。同じように両手をかざして相手に向けてますね。つまり挨拶をしているのです。挨拶をしているんですよ。で、言いました。Hi, nice to meet you. お会いできて嬉しいですわ。ってね、そのように話しています。ということは、この左の上立っている図の 火星人の両側に立っているのは、まあ人間もしくはそれに類する神々だったと思われます。そして中央の火星人に挨拶をしています。これが物的証拠ですね。これでこの超等人間は火星から来たということが裏付けられました。私が今まで状況証拠として挙げてきた説が、これで物的証拠とともに裏付けられたことになります。超等人間は火星から来ていました。ビンゴですね。 この頭の長い、特に縦長超等人間は、火星から来た、いわゆる、まあ、居残り、まあ、生き残り組ですね。そして地球残留組ということになります。ということで、火星から人の来た人の動画を終わります。バーイ。